あなたはどっち派？ハタ派？おにぎり派論争を語りたい。どうもゆうちゃまです。スクールランブルというマガジンの作品があったんですけど、漫画作品ね。その中で、播磨健二という男の子がいるんですよ。メイン級の男性キャラですね。塚本天馬ちゃんって子に播磨くんは続婚なのですが、沢近恵里という金髪のツンデレなお嬢様、そして天馬ちゃんの妹、塚本八雲、この二人との恋の予感も、ね、こうフラグが立っていて、スクラン好きは沢近恵里と塚本八雲もどっちと結ばれるのかっていうのが大盛り上がりなわけですよ。正直天馬ちゃんと結ばれるっていうのはどうでもいいぐらい、本当に八雲なのか沢近恵里なのかっていうのでね、本当に話題になってましたね。もう皆さんに聞きたいですよ、どっち派ですかって。一応ね、ハタ派が沢近さん、おにぎり派が八雲と言われてますね。ネットで調べて知ったんですけど、これ考えた人センスありますね。なんでこう旗にしたんだろうって。おにぎりはなんとなくわかるんですけど、あのおにぎりをね、あのよかったらどうぞっていうので播磨に渡してたからっていうのが理由だと思うんですけど、もうね、僕は2人とも好きだけど、旗派のサーチカさんを個人的には推していきたい。やっぱりお見合いとかクリスマスとか体育祭とか大事なイベントごとには播磨くんとサーチカは共にしてるんですよね。ぜひね、こう最終的にはサーチカと結ばれてほしいですけどね。推していきたいカップリングです。スクールランブル Z の方ではパラレルですけど結ばれてましたよね。スクールランブル、恋の弓矢がいろんなところに飛び交っていて本当に面白い作品でした。気になる方はぜひぜひ調べてみてください。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。